私はジェダー。今日はお弁当。今日はジェダー。ネクスト初心者。今日のお弁当です。チャズメア。それではいただきます。 まずはこれで始まります。このチャズメはよく食うんだよな。うまいんですけどね。それでは実食。あ、これニンジンがすごいよ。 飯は美味しく頂きます。怪我もね、一応治りました。 生えてきた親指の爪も生えてきました。 今回大きな大きさだけですけども、全身打撲で親指の右足と親指の爪が剥がれて、さらに顔に骨ができて、そこから内出血して目の下黒くしてたんですけども、治りましたね。それで、 今回は人生2番目に痛かったということで、一番痛かったのは何かというと、神社でこけまして、あばらの箇所ってことですね。うん。
それで病院にとっては所轄署の骨折を認めるということで大病院を紹介されまして行ったんですけども、肋骨は新手術で治すしかないから、シップもらってカードみたいなやつで締め付けてなんとか治りましたけども、あれは痛かったな。今でも臨床院どうぞこれ何ですかって言われるんですけどね、あ、それ前こけた後ですと言って、した方がいいですよね。なかなかうまいじゃないですか。頭ポーズにさ、傷がいっぱいですよ。入院した時に薬で食わすうち倒したんですね。ガーンって頭から頭かち割れて出血してたんですけども、もう立ち上がる力もなくてね、2、3万もやってたんですけど、看護師さんが見つけてくれて、なんか当直の先生呼んでくれて麻酔なしで頭を3針塗りました。その頭に傷があります。いいのを見せられてそうですね、麻酔なしで。
この間、特訓練習で上野とかね、浅草とか回って飲んだりしたんですけども、美味しかったですね。こっちはね、あんまりホッピーしないんですけど、向こうはもうホッピーガラスをしますからね。飲み込みにくいんですけども、顎も疲れちゃってね、食べるのにちょっと変化を加えてるから、かなり食事がね、一食あたりの食事の労力がかなり増えたって感じでしょうね。で、耳の上ぐらいまでしてきたら、はい、わかりましたーって言うんですよ。お任せして。そしたらもう、刈り上げ寸前まで、ね、髪短くされて、で、もう、本当に髪の毛切っただけみたいな感じだったんですけど、まあ1200円だからね、そんなことしてないんで、一人大体10分で終わりますんで、散髪がね、昔からちょっと苦手で、一人だけ1時間かかるじゃないですか。髭剃ったり、髪洗ったり。頭も洗わないし、髭も剃らないんだけど、もうすぐ終わっちゃうから楽でいいんですよ。
昔ね、5年ぐらい前か、同級生と一緒に山の方に、ね、走っていて、一周巣を探したんですよ。すごい、ガイ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 。なぜかというと、それがすごい、ね、ブームになっていて、価値がある土地だから、もし道で売ってやろうと思ってやったんですけどね、簡単にあるわけじゃないですよね。まあでも夢もあったですね、必ず見つけてやるっていうね。食べたくなってきたんですよ。ずっと病院食ばっかりだったのに、今その味は懐かしい感じがして、もうご飯に対しておかずを均等に回していくっていうね、少ないおかずでいかにご飯を食べるかということで技術を要するんですけども、そういう楽しかったって言ってたらいいんだけど、ご飯しか楽しみないから、そういうことやってましたね。これは今日の最後に取っておこうとかね、これは先に食べとこうとか考えながら食べるんですよ。このね、恐竜の弁当箱いいですよね。昔記者の時に弁当買うんですけども、恐竜のね弁当箱で、で、プラスチックのお湯入れに落ちたものを生地パックを入れて、それワンセットなんですけども、懐かしいですね。今はもうそんなんじゃないから、もうコンビニ弁当とかね、なってくるんで、あれですけども、また食べてみたいなと思います。さあ、今日も晩ご飯いっぱい食べました。あとは明日まで寝るだけです。それでは、ごちそうさまでした。